市民の皆さん、こんにちは。そしてこんばんは。市長の徳永茂樹です。本日は新型コロナウイルスワクチンの追加、いわゆる3回目の接種、そして子育て世帯の臨時特別給付金、II今治スマイルマーケットについて、この3点についてお話をさせていただきます。まず新型コロナワクチンの追加接種についてでございます。先般国からワクチンの3回目接種について、医療従事者、高齢者施設の入所者及び職員などは接種間隔を8ヶ月から6ヶ月へ、令和4年2月以降は一般の高齢者についても接種間隔を7ヶ月へ前倒しができるとする方針が示されました。本市におきましても、すでに医療従事者の方の3回目接種は開始してございますが、高齢者施設の入所者や職員なども8ヶ月を待たずして接種をしていただきますよう、今治市医師会の皆様と調整を進めてまいりました。一般の高齢者の皆様への接種に関しましては、令和4年2月中旬に接種券等を発送し、下旬から接種を行っていただく予定でございましたが、接種券発送を1月下旬に前倒しし、2月中旬には接種を開始いたします。なお64歳以下の方につきましては、来年4月以降順次予約を取っていただく予定となってございます。続いて交互接種についてでございます。市民の皆様には随分と関心がある事案ではなかろうかというふうに思ってございます。これまで今治市におきましてはファイザーのワクチンのみが供給されておりましたが、今回の接種におきましてはファイザーとモデルナの2種類のワクチンが約半数ずつ国から供給されることとなってございます。今治市では接種時に混乱を生じないよう、原則としてファイザーのワクチンは個別の医療機関で、モデルナのワクチンは集団接種会場での接種を予定してございます。初回接種と異なるワクチンを使用することにつきましては、いずれのワクチンも国におきまして薬事承認を得られておりますので、ご安心してご予約をいただければと思ってございます。今後も引き続き国の動向に注視をしながら、詳細が決まり次第記者会見やホームページ等でお知らせをさせていただきます。また昨日22日中村知事から新型コロナウイルス感染症検査無料化支援事業における無料検査実施についての発表がございました。感染拡大と収束とが反復する中、日常生活や社会経済活動における感染リスクを引き下げるため、基礎疾患、副反応の懸念などの健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方、あるいはワクチン接種の対象となっていない12歳未満のお子様に対して、県の認定を受けた事業所において無料検査を実施するものと伺ってございます。今治市におきましては昨日22日から今治薬剤師会今治センター薬局別府町の7丁目にございますが、こちらの方で無料で検査が受けられるようになってございます。ご希望の方は今治薬剤師会今治センター薬局、電話番号は0898-35-3241までお問い合わせをください。次に子育て世帯への臨時特別給付金についてでございます。先週中学生までの児童生徒を養育し、令和3年9月分の児童手当を受給し、所得要件を満たしている世帯に対し、児童お一人につき
現金10万円を一括で給付することをお伝えをさせていただきました。これにつきましては本日県内でもいち早く口座に振り込みをさせていただいております。なおお子様が高校生の世代のみの方、あるいは公務員の方は申請が必要となってございます。申請内容を令和4年1月4日に発送させていただきますので、お手元に届きましたら申請をお願いをいたします。申請受付は令和4年1月4日から今治市役所の子育て支援課、あるいは各支所住民サービス課のほか、郵送やオンラインでの受付も可能です。また申請書は申請内容に同封するほか、1月4日からは子育て支援課のホームページからのダウンロードも可能となってございます。申請受付後審査の上、1月末以降順次支給を行ってまいります。窓口での申請は混雑が予想されておりますので、できる限り郵送やオンラインでの申請をご利用ください。次に II 今治スマイルマーケットについてでございます。年末年始を楽しくお過ごしをいただくため、少し皆さんが笑顔になるような話題を2点ほどお伝えをさせていただきます。本日19時より全国の自治体としては初となるバーチャルストア II 今治スマイルマーケットをオープンさせていただきます。この取り組みはリアルとバーチャルを融合させたネット上の仮想空間内で本市の特産品の販売や観光サービスなどの情報発信を行うものでありまして、市内の20の事業所が出展をしてございます。このスマイルマーケットを全国の皆さんに知っていただくために、この度今治出身で全国で大活躍をいただいておりますモノマネタレントのみかんさんと、本市の PR マスコットキャラクターバリーさんに PR 大使にご就任をいただきました。市外の方ばかりではなくて市民の方にも楽しみながらお買い求めいただけると思いますので、ネット空間をぜひ訪れてみてください。長引くコロナ禍で今治市に関心はありながら、そしてご縁はありながら、なかなか今治に来ることができなかった皆さんに今治をお届けをしたいというふうに思って、こういうものを考えさせていただきました。もう一つ、こちらも本日からでございますが、本市のまだまだ知られていない特産品や地場産品等をパッケージといたしました II 今治セット商品が販売となります。全部で3種類ございますが、フルーツから瀬戸内の海の幸、そして工芸品までより多くの方に本市の魅力にはまっていただけるセットを考案させていただきました。来島海峡展望館や都内の愛媛県産品セレクトショップのほか、先にご紹介をいたしましたスマイルマーケットでもお買い求めいただけますので、ぜひ市外にお住まいのお知り合いの方にもご案内、ご購入いただき、今治の魅力をご堪能いただきたいというふうに思ってございます。皆様もご承知の通り、現在愛媛県内は11月24日以降、今治市におきましては11月7日以降、新規の陽性者は確認されておらず、比較的落ち着いた状況にございます。しかしながらオミクロンという新たな変異株の陽性者が全世界各国で確認され、依然として予断を許さない状況でもございます。これから年末年始を迎え、帰省や旅行、大晦日あるいは初詣など人が集まったり一緒に食事をする機会が増えてくる時期になってまいります。市民の皆様におかれましては、これまでも何度もお願いをさせていただいておりますけれども、次の4点、まず1点目は感染回避行動の継続の徹底、
体調に異変を感じた場合はお休みをいただいて受診を、そして県外との往来には十分にご注意を、会食をされる場合にはルールを守ってしっかりと実施を、この4点を注意して年末年始をお過ごしをいただきますようお願いを申し上げたいというふうに思います。なお市民の皆さん、今治市の若年層の方々も随分と頑張ってくださっています。本日から今治工業の弓道部の方々が水戸の地で、そして26日には今治北高校の陸上競技部が都大路で、そして29日には今治東中等教育学校のサッカー部が轟の地で今治を身にまとって戦ってくださっています。また文化の面でも目覚ましい活躍がございます。今治市出身のアニメーション作家矢野穂奈美さんが先般世界四大アニメーション映画祭の一つオタワ国際アニメーションフェスティバルでグランプリを受賞をされたところでございまして、28日には今治市公会堂におきまして凱旋上映をさせていただく予定となってございます。こうした若年層の方々に大いなるエールを送っていただきますようお願いを申し上げる次第でございます。来る令和4年が市民の皆様にとりまして希望に満ちた明るい1年でありますことを心よりお祈りをしてございます。市長に就任をさせていただきまして10ヶ月が経ちました。今治に新しい風を皆様と共に起こしてまいりたいというふうに考えてございます。市民の皆様、どうぞ良いお年をお迎えをください。1年間大変お世話になりました。ありがとうございました。